南波美、高家南波美、高家は、日本書紀などに伝わる古代日本の豪族。聖は騎士。古事記には彼に関する記載は存在しない。名は子とも記される。新先生四録、河内国公別によると、南波騎士が、押熊王の将軍に任命されたとあり、日本書紀、神宮皇后折衝元年2月上には、雑カミ子、押熊王の武将に、 吉地の祖先と称する五重教家やクネが東国の兵を起こしたとある。日本初期巻十三によると、推定四百五十四年、大草加王子はネオミの残言を信じた暗黒天皇により殺されてしまった。この時に、巫女に仕えていた飛公家と、その二人の子供たちは、巫女が無実の罪で殺されたことを悲しんで、飛行家はミコの首を抱き、二人の子供たちは、 ミコの足を捕らえて、以下のように唱えたという。そう言って、自憤して、ミコのカバネの傍らで死んでいった。軍病たちは皆これを見て、悲しみの涙を流した、という。初期巻期、第十四によると、推定四百七十年、前の月に、呉式、鑑式及び衣縫いの兄姫、弟姫らを連れて来日した、呉の施設を接待していた、有力天皇は、ネオミを、 五人らの教職者に選んでいた。しかし、このことがきっかけでネオミの十数年前の嘘が露見してしまい、ネオミは生命滅ぼされた。そして天皇は飛行家の子孫を探し回り、生を与えて、大草か王子の名にちなみ、大草か武き師と名乗らせた、という。初期末期第十九によると、子孫の草か武き師王方は681年に、南馬連の死生を授けられた。 683年には草壁市史全体も、連の性を与えられた。発色の生成定により、685年、南波連氏は、意味気の性を授与されている。ありがとうございます。